アマゾンガー流域上流の部族により制作された、星首。オックスフォードのピットリバーズ博物館所蔵星首とは、装飾用に加工された人間の頭部のことである。かつては首狩りを実践していた、多数の部族の風習として、星首が作られていた。最も有名な例としては、現在のエクアドルとペルーにあたる地域に住んでいた、ヒバロウ族あるいは、シュアール族の星首が挙げられる。 シュア・アール族の間では、星首は、サンツァの名で呼ばれていた。星首の制作過程は、基本として、皮膚の乾燥に伴って行われる。まず、犠牲者の頭部から頭蓋骨が抜き取られる。この時、制作者は、犠牲者の首の背面に切り込みを入れ、すべての皮膚と肉を、頭蓋骨から剥ぎ取る。その次に、制作者は、犠牲者のまぶたを縫い閉じ、ピンで唇を固定する。 頭部の肉からは、脂肪がそぎ落とされる。頭部の肉はタンニンを含む、様々な薬草入りの熱湯で茹でられ、製作者によって、人間の外貌を止めるように形を整えられながら、熱死体脂と砂で乾燥させられる。唇は縫い合わされ、頭部はビーズ、鳥の羽毛、甲虫類の鞘羽などで装飾される。腰首の特徴は突出した下顎というガんだ顔面。 額の両側面の収縮である。これらは萎縮の過程による産物である。頭部の収縮の過程は儀式と並行して行われた。この儀式は全共同体による祝縁である。ラフィエスタデラ・ビクトリアによって頂点を迎えた。フロリダ州戦闘オーガスティンのライトナー。博物館展示の星首星首の制作は本来は宗教的な意味を持っていた。星首は 敵の霊魂を束縛することにより、製作者への報酬を強制するものであると信じられていたのである。ヨーロッパ人との交易用に非宗教的な星首も作られたが、宗教的な星首と非宗教的な星首とは明確に区別されていた。ヒバロウ族は以下の三つの根本的な霊魂の存在を信じていた。復讐の霊、虫役がその力を振るうのを妨げるために、 ヒバロウ族は敵の頭部を切り落とし、星首にすることにした。また、これは敵に対する威嚇としても役立った。敵の星首が何らかの理由で作れない時には、猿やナマケモノの頭部で代用品を作ることもあった。北米のミシシッピ文化のサザンカルトに関連する支配階層の副装品、南米のナスカ文化、モチェ文化、ディワナク文化、チカン文化にも、 宗教的な権威に関連する文脈で星首を思わせる子宮を描いた壁画、レリーフ、土器や織物の文様が見られる。ロンドンのサイエンスミュージアム展示の星首1850年代以降からヒバロウ族のザンツの風習は金を求めて南アメリカ大陸奥地に進出したヨーロッパ人の知るところとなり観光客や コウズカたちは競って、ヒバロウ族を相手に星首の交易を始めた。これらの需要の結果として、ヒバロウ族は交易を目的とした星首の政策とタブ族との戦争を行うようになった。1930年代には星首一つは約25ドルで取引されていた。また、ヒバロウ族は星首を獲得するための戦争に銃器を使用するようになり、 必要な銃と弾薬は星首の交易により白人から入手された。ペルー及びエクアドルの政府が星首の交易を禁止する法律を制定するまでこれらの交易は続いた。この後も構図化のためにヨーロッパやアフリカ、アジアなど南アメリカ以外の地域で病院の医師を抱き込んだ引き取り人のない死体による星首の政策が行われた。現在では 観光客向けの土産物として、星首の模造品が作成されている。これらの模造品は、本物の星首に似せて刻まれた皮や重皮から作られている。星首の模造品は、その刺激的な特徴により、ホットロッドカルチャーの間でも好まれており、ホットロッドの愛好者はしばしば装飾品として、バックミラーから、この模造品をぶら下げていることがある。花毛のウム ある星首が本物であるか模造品であるかを見分ける手がかりの一つである。本物の星首の最大のコレクションはアメリカ合衆国ワシントン州シアトルにあるイエオールドコット店に展示されており、そこには7体の星首が飾られている。また、この店にはテニスボール台の大きさしかない世界最小の星首も展示されている。日本国外務省の海外安全ホームページによると、 2009年にエクアドルのモロナサンティアゴ県及びパスタサ県において発見された数体の首なし死体について切断された首はシュアル族の間に伝わる方法によって星首にされインターネット販売されている可能性があるという第二次世界大戦中にはドイツの強制収容所において囚人の頭部を使用した星首が作られていたことが報告されている 最も有名な報告はブーヘンバルと強制収容所で行われたもので、そこでは他の囚人を威嚇するために収容所の中央に星首が掲げられていた。ありがとうございます。